これからその辺の部分が、はいはい、そうだからあの、ね、瀬古さんからの話あったんですけど、そのアンダー23をあの東京さん持たれてた、持たれてたらまだ持ってますけど、はいはい、来年からなくなっちゃうってことで、はいはい、そこの事例がどう、我々持ってないんで、それがやっぱり効果的だったか効果的でなかったかっていうところっていうのはどうなのかなっていうところなんですよね。そうだからそこのところがやっぱり大学のルーツにこっちにやっぱなってるわけで、それがやっぱり下で育てたっていう意味がどれだけたまってるかっていうところっていうのはどうなのか、ちなみに、うん、まあでも正直多分 U23 のチームで結構主力みたいな立ち位置でやってきた選手がトップに上がってきて活躍してるかっていうと、多分そんなに今んとこ上がってきてないっていうのはありますし、であと実際その23歳以下の選手が怪我とかで抜けちゃって、はいはい、まあ、あと代表とかに、はい、アンダーの代表とか行ったりしてるときにやっぱ全然人いないじゃんってなって、でユースからもう結構過密日程のはずのユースから引っ張ってくるみたいなのも結構あ、まあ、他の多分ガンバとかセレッソとかもあると思うんですけど、そうですね、っていうのでやっぱなんかそれでいいのかな感はありますが、まあ、ただやっぱ試合には出れ、公式戦には確実に出れるというかのあるので、まあ、そこのバランスの難しさというか、まあ、あとなんか外国人選手のなんか復帰してきてちょっと調整で出すみたいなのもあるんで、それはまあチームとしてはまあ確かに公式戦の場で出せるっていうのはいいかもしれないですけど、他の J3 チームからしたらなんか一回あったんですよ、ムリキとネイサン・バーンズの2トップが J3 で出てくるみたいなとか。そういう外人取りすぎじゃない？そうライラとかさそういう系ですね、そういう外人多いよ前線に調整必要な外人がそうそうそう多い、まあ、結構ありがちある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 結構あれ最近よくありました。ああそうか、そういう風に、ね、どっちかっていうとやっぱり昔のサテライトみたいな感じの方に、ね、方向性としてはなっちゃってたってこと、うん、ですよね。だからあ、まあ、それでまあ来年ね、その21リーグ作るとかなんとかっていう話してますけど、うんうん、その辺のところの人員整理っていったら変なんです、大丈夫なんですか、どうなんですかね。でもあんまりこの夏はあんまりそんな放出してる感じはないので、うんうん、どういう方向で行くのかなっていうのはちょっとまだ僕も疑問というか分かんないところは多いですけどね。前例もないですからね、うん、ですよね。それをやるって言って増やしたいって言ってるのに、増やしたいって言ってたと思ったらやめろっていう、このパターンって結構超はしご外されたかもしれない。そうだからその、まあ、その選手たちの行き先とかが例えば J3 になっていったりとかするわけじゃないですか。で、まあ、例えば今度来年、例えばですけどこれでアンダー21リーグを作りました、うん、で、まあ、各チームある程度の戦力を保有して、まあ、たまにユースから上げたりとかするっていうことで持ったとして、その選手たちがじゃあ例えばその後トップに上がっていけるかどうかっていうところが未知数になってきて、でかつその選手たちの生活をどれだけ守ってあげられるかっていうのもあるわけじゃないですか。でかつ自分たちのユースを強くしたいから、もしかしたらこっちのアンダーカテゴリーにこっちの優秀なユースの選手を持ってきたとしても、今度こっちのプレミアのね、そのプリンスプレミアの方で自分たちの立ち位置を守ることができなくなるパターンっていうのも出てきてしまうわけじゃないですか。その辺のところになってきたときに、例えばそこからあぶれていった選手が J3 に行きますよ、J2 に行きますよとか、うん、っていう風になってったときに、今度じゃあ大学に行っている選手たちがその J3 に入れなくなる枠になってきちゃったりだとかいう風になって聞いて、本当に優秀な大学の選手よりも上から降りてくるそっちの方の選手の方が優先的にやっぱコビ、言い方悪いですけど J3 からしたらある程度コビ打っておきたい部分ってあるじゃないですか。 J1 のチームとかに育成型レンタルで借りてくるっていうところと、じゃあ大学から持ってくるところでどっちが後々自分たちにうまみがあるかっていったら、多分借りてきた方が良くなってきちゃったりすると、今度大学の受け皿っていうところが正しい立ち位置になってくるのかどうか分かんなくなってきたりとかっていうことになってきちゃいますよね、うん、なんとなくですけど、
これまた別枠で話したいと思うんですね。全然優勝を展望してないな。おかしいな。そう、なんかおかしいなってなっちゃいましたけど。優勝を展望しなかった。これね、ぜひとも大学生をね、交えてね、ちょっと後で別枠でちょっと話してもいいかもしれないですね。うん。ちょっとじゃあこれ後で、やりますか。漫画編にしますか。はい。じゃあということで。僕もあんまり喋れない。はい、というわけでね、番外編を少しやらせていただこうと思います。で、あと、たまたま来ていただいてた、あとベルディサポーターのハルさんですね、お願いします。またツイッターブログこちら貼っておきますので、お写真のちょっと今ね、いろいろねちょっとね、いや俺だからさっきやってたじゃないですか、あの時に渡辺選手って言うから、もう絶対傷ついてるよと思って違う渡辺選手の時にそう、センターバックの渡辺選手の渡辺選手は個人的に、ね、応援してる。ミサを上げてたもんね。あ、そうだね。はい、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 ということで、まあ、大学のね、少しさっき出てた育成の男の部分の少し話を続きでしていきたいなと思うんですけど、この前編で、はい、どうですかっていうのも変ですけど、うん、やっぱりその今後の J リーグにおいて その育成の部分っていうところで、その、まあ、来年からアンダー23っていうチームを持ってるところを、まあ、一旦廃止して、もう一回そのアンダーカテゴリー そのアンダー21のサテライトみたいな形の部分のリーグを作ろうよなんていう話が出てるんですけど、まあ、ちょっとねさっきの話の延長からすると、要するにそのアンダーのチームができてしまうと、大学のところに行く選手っていうのがやっぱりこう限られてきてしまうというか、そこに質の高い選手が行かなくなっちゃうんじゃないかと。で、まあ、そこの部分に対してどういう風な育成のその形のカテゴリーになっていくのかっていうところだと思ってるんですけど、まあ、その、まあ、大学サッカーにね結構精通されてて、この間のね天皇杯なんかでもね、またダメ、待って待って、傷えぐっちゃうね。みんなで笑って受けてる。プレビュー通りだったもん。そういうこと。バッチリ、バッチリ、悲しいよ。プレビュー通りでした。素晴らしいプレビューだった。そうだったんですけど、まあ、そういうところで、まあ、その育成の部分のところでどういうふうなやっぱり役割になっていきたいというか、イメージというか、大学、どうなんだろうな。まあ、でも現状、まあ、即戦力的な選手は結構いっぱい、まあ、J1 ではちょっとまだ厳しいですけど、 J2 のレベルだとやっぱりまあまあ出てきてはいるんで、無理やり J リーグのチームが持たなくてもいいのかなっていう、なんならもっと J1 リーグがもっと発展してからっていうか、早すぎるような、そうですね、お金は一番大きいと思うんで、それだったらもっとユースとか本当に今ある株組織にお金かけた方がいいんじゃないかなっていうのはあります。で、まあ、でも J1 はやっぱもう1位持つほどではないですけど、やっぱり他のチームが取ってきてできるじゃないですか、ユースが上げなくて、はいはい、そこなので、まあ、でもまあユースにはお金かけてもらって即戦力が戻ってきてもらうぐらいでいいんで、まあなんで大学はそうですね、 J1 のチームのユースの選手がいっぱい入ってくれればいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、ユースの母体自体も増やさないことにはね、だから結局のところ、こっちの自分たちが戦ってるそもそものリーグの部分っていうのも勝てなくなっていっちゃいますもんね。でも登録は決まってるのか、人数的には。でもそこのところで調節かけないと、多分アンダー21なんて作れるチームと作れないチーム、はっきり、変な話、横浜 FC がもし J1 にいたとしたら、あのチームだったら絶対作れないですよね、きっとね、あの年齢、ちょっと年齢のことしか全然わかんないけど、全然あの衝撃的な、衝撃的なあれでね、そう、平均年齢のところ、もまあまあまあ、はい、ちょっと極端すぎますけど、とかってある。からその辺のところでどうこうスタートが難しすぎるっていうか、ちょっと敷居高いです。敷居っていうか、なんかそのハードルが高すぎる、揃えるのが難しい、難しいですよね。どのチームにしてもやっぱり21歳以下でゼロから始めると、もう
それこそユースの選手全員みたいな3年生卒業したら全員1年目行くぐらいじゃないと結構難しいかも。でも今、戦力、ユースからがあんまりいないのを考えると別に狙ってもいいかなっていう感じはしますけど。そうですね。それかもしくはユースから大学生に合流したところの、その大学2年生を強化指定にしてアンダーカテゴリーのアンダー21の試合に出すとか、それだとどうなんですかね。でもどうなんだろう、それって大学側としてちょっと考えものでもある。でもそういうことしてくるチームもきっとあるですよね。だそれが大学側としてありがたいことなのかどうなのかっていう、大学生のリーグの存在意義がなくなっちゃいますもんね。まあでも定義するチャンスではあると思いますけど、あの仕事、では21ができれば、そこに選手を配置するようなところになるのか、作らなければ大学リーグそのものがちゃんとこう育成の、ラインに乗っかるっていうか、まあそういうタイミングなんじゃないですかね。考える大学のそのところをどういう、変な話育成カテゴリーって考えるか、もうその今まで通りのその大学のカテゴリーで考えていくのかっていうようなところの部分、まあ、混ぜても面白いでしょうしね。変な話関東大学リーグとアンダーカテゴリーと混ぜたりとか、まあ一定しんどいと思いますけど、川崎なんか作れますアンダー21。僕ね、あんまりそのニュースに詳しくないんですけど、なんかこの間ちょっとそういう話をちょろっとした時に、川崎は厳しいんじゃないかな、大学に放流してる選手はかなり多いけど、それでも足りないんじゃないかみたいなことは聞いた気がしますね。ただ、川崎運動もそうなんですけど、今回、アンダー23作ったチームが3つあったじゃないですか。はい、で、それが、ちょっと急にかどうかは分からないですけど、まあ、終わっちゃってって、じゃあこれから、じゃあこの U21 始めましょうってなった時に、でまた橋を外すんじゃないのって思いません？ちょっと気象状況になりません？確かに全然事情は分かんないですけど、旗から見て、えって思ったじゃないですか、やっぱ今回。はいはいはい、で、じゃあはい、やるからね、来年って言った時に、あ、はいはい、そうですかって、なんでかなって、ちょっとなんか、またみたいな、まあ、現状は団体多数らしいんで、うん、まあ、当たり前ですから、うん、いや、なんか、ね、厳しいっすよ。せめて、まあ、ちょっとびっくりしたんで、そういう、なんか理由というか、そういうところは結構、僕は調べてないかもしれないですけど、なんかこう、ちゃんと説明しないとみんな疑心暗鬼になっちゃうのかなっていう部分は僕は思いましたね。結構突発的な発言でしたよね。急に出てきた。だってそもそもサテライトリーグがなくなったのって、だって人数が集まんなくって試合ができないことがあるとかっていうことが起こったからなくなったのに、さらにそれに縛りがけるわけでしょ。これはね、ちょっと難しい問題かなと思います。まあ、すぐ多分ね、FC東京さんなんかはすぐできる、おそらく。まあ、人員的には、まあ、人員的にはそうですね。揃わない、チームが揃わないような、やり始めたとしても、それで少なかったらどうしてまたやめるっていう可能性もなくはね。まあ、まあ、確かに、まあ。多くなっちゃえば、もう、結構やらないといけない感じにはなるかもしれないですけど、現状少ないんで、やっぱり、まあ、現実味はなさそうな感じですけど、ね、ですね。まあ、じゃあそう、一応じゃあここら辺のところの会話ではまだ疑心暗鬼というのが答えますね。あの、完全に反対とは言わないまでも大丈夫なの、うんうん、そうですね、大丈夫なの、やっていけるかどうかみたいな、いけるの、うん、疑問ですね。チーム知らないからとか。できるの大丈夫なのっていうところの、で、じゃあとどめていくと。これが、あのここら辺で出した答えということで、あのここに関してはね、少し経過観察していきながら、またあの何か動きがあれば、多分、思うのをきっとブログも書いていただけると思いますし。
まあ、そんな感じでまたぜひともねシーズンオフとかの時にまたその集まる時とかにもきっともうその頃に答え出てると思うんでまたその時にも、ねまあ、こういった形で少しずつ話していければリーグの未来についてねちょっと話していければ面白いのかなというふうに思います。はい、じゃあそのところで番外編よろしいでしょうか。はい、はい、すいません、ありがとうございました。